はい、どうも、田原元就です。この動画でアイビーサマーダッシュ、こちらの方の注目馬やっていきたいと思っております。日本で唯一の直線競馬のそんな重賞というそんな一戦ですね。この動画何か参考になっていただければそう考えておりますので、ぜひ最後までご視聴のほどよろしくお願いいたします。はい、では早速やっていきます。まずはオールアットワンスですね。こちらの馬が一昨年のこのレースの勝ち馬となっております。ただその一昨年以降がですね、ちょっとなかなかローテーションが順調じゃないというか、常に休み明けみたいな、そんなようなローテーションでして、今回も昨年のこのレース以来という、そんな実戦となっております。まあ、この舞台の、ね、適性に関してはもう証明済みです。それは一昨年の勝ちが証明してはいるんですけれども、やっぱこの馬自身で言うとなかなか金層いいローテは組めていない。そこのマイナス部分もありますので、まあ、今回はね、抑え程度とそれぐらいが良いのかもしれません。はい、続いてジャングロですね。こちらの馬が昨年の NHK マイルカップ以来のそんな実戦復帰となりました。この復帰戦の舞台というのは特殊な直線競馬ということで、これ陣営がね、果たしてどういう意図を持ってこの条件に使うかというね、そこもあるわけなんですけれども、まあ、この馬2歳からもちろんデビューをいたしまして、そこからダートだったりとか、結構1002とか1004も使ったんですかね、そういったところもあったわけなんですけれども、やっぱ陣営の最終判断、こちらで言うとね、この森厩舎が各管理していたネロという馬がいたんですけれども、そういったいわゆる直線、スプリンターですよね。もうスピードガンガン生かしてのスプリンターみたいな、そんなところにしたいのかなというそんな意図が伺いました。まあ、もう森厩舎って基本的に反路調教は凄まじくてというそんな厩舎なわけなんですけれども、まあ、そういった部分もね、参戦を後押ししたのかもしれません。ただ、今回に関して言いますとね、週明けにお伝えをいたしましたデータですね、こうデータの部分なんですけれども、この過去10年のアイビーサマーダッシュにおきまして、前走が芝の 1400m 以上だった馬が00012ということで、一頭も馬券圏内がありませんでした。その中には過去のこのレースの放送馬もいたんですけれども、それでもローテのこのマイナス材料には勝てなかった。それに加えましてね、今回長期休養明け、かつ筋量58kg、やっぱここやっぱね、この馬にとって簡単ではないのかなというそんな印象ですかね。なのでこの馬の能力は当然認めておりまして、まあ時期にね、狙うチャンスは必ず来ると思うんですけれども、今回のこの条件に関しては僕は様子見方とそう判断をいたしました。はい、続いてはシンシティですね。こちらの馬が昨年のこのレースの2着馬となっております。当時が外枠を引いたということでね、そういった恩恵も確かにあったという部分はね、否めないんですけれども、ただ、当時の勝ち馬の客室だったりですとか、3着馬の客室、まあ、こちらの方が道中10番手以下ということで、直線競馬というね、直線、スピードが生きる舞台ではあったんですけれども、必ずしも前が有利ではなかった、そこは一つ頭に入れておいてください。とあと、やっぱ去年のこのレースのね、逃げて2着というのは僕の中でかなり評価をしておりますし、まあ、金層確かにね、ちょっと不審続きというか、ピークアウトしちゃったのかなと、そういう目線もね、あるとは思うんですけれども、そもそも夏競馬に関しては、このまあ昨年のこのレースもそうですし、一昨年は、小倉の方ですかね、そちらでも勝利実績があったという、そんないわゆる夏巧者でもありました。やっぱ夏馬って僕、金層成績全く無視してしまってもいいと考えておりますので、この馬に関して言うとね、やっぱ一平の可能性、こちら頭に入れておくべきではないでしょうか。はい、次はスティックスですね。こちらの馬も昨年もね、このレースに参戦したという、そんな馬となっております。まず、この馬に関しては一つね、データだけお伝えをさせてください。こちらも週明けのデータでお伝えをしたんですけれども、この過去10年のアイビスサマーダッシュにおいて、前走がイダテンステークスで逃げていた馬。こちらの成績が2301とね、非常に素晴らしい、そんな成績を残しておりました。で、この背景なんですけれども、そもそもイダテンステークス、こちらの方が、開催4週目ですかね、それぐらいのところに行われるわけなんですけれども、当然ババはいたんで、かなりの外枠有利、かつ差し馬有利という、そんなシチュエーションが出来上がっております。で、今回のこのアイビスサマーダッシュなんですけれども、開催開幕週の夏のオールの芝ということでね、まあどうしたってその前に行った馬というか、どこを通っても綺麗みたいな、そんなような馬場コンディションではありますので、やっぱそういったところがね、先行馬有利の傾向を生んでいる。もっと言うと、前走イダテンステークスというね、マイナス条件で逃げた馬、そこからの反動を生んでいる。僕はそのように考えております。まあ、去年このレース参戦した時はね、かなり特殊な、そんな競馬ではあったんですけれども、まあ、確かにこのまま直線競馬で馬券圏内がないという、そんな状況ではあるんですけれども、やっぱこのまま結構ね、1200m で持ち時計があるという、しかもそれを小倉のオールの芝で記録していたというところもありましたので、やっぱ僕の中でずっとね、どっかで一回かましてくんねえかなみたいな、そんなように感じてしまうような馬でもあるんですね。やっぱ快速の牝馬っていうのはいかにも僕の中でどっかで必ず穴を開けるという、そんな風に考えておりますので、それがね、今回の舞台で全然あってもおかしくないと僕は考えております。まあ、それを証明するのがその週中にお伝えしたデータ分析のね、構想率が高いという、そんなデータでもありますので、やっぱこの舞台では見限れない、僕はそう考えております。はい、次はチェアリングソングですね。こちらの馬なんですけれども、僕が取り上げたいのは2走前のイダテンステークスです。
まあ、こちら結果だけ見ちゃうとね、もうどこを取り上げようかっていう、そんな着順だったのかもしれないんですけれども、改めてこの馬に関してはレースを見てください。本当ひどかったですね。あれはちょっと外枠を取ったわけなんですけれども、上中は後方で、まあ、初めての直線ということでね、それは仕方ないところはあったんですけれども、手応えが本当抜群すぎてですね、もう前の馬は結構追い出しているんですけれども、この馬はいつ進路を開いたらね、突き抜けようかみたいな、そんな状況だったんですが、最後までとうとう進路は開くことはありませんでした。まあ仕方ないといえば仕方ないんですけれども、もし仮に、まあ、IF の話なんですけれども、空いていたとしたら、僕は間違いなく上位に進出していた。僕はそう考えております。まあ、勝ってたのかなと僕は思うぐらいだったんですけれども、そういったような一戦でもありました。で、この馬、前走は福島のね、オープン特別使ったわけなんですけれども、この馬に関して言うとね、やっぱ前走を使った意味、こちらを考えたときに、この馬がオープンクラスで、掲示板内ですね、こちらに入ったレースというのは、すべて前走から中1ヶ月以内。まあ、要するに感覚が詰まったローテでこそ、この馬の進化が発揮される、僕はそう捉えております。まあ、まさに、冬競馬のですね、この中山のオープン特別があったんですけれども、そちらも連投での、5着ということで、やっぱ感覚を詰めたチェアリングソングですね、僕の中で買いの一手かなというような、そんな印象です。で、今回、ジョッキーが変わるわけなんですけれども、藤田直子ジョッキー。まあ、昔、まあ、今もだと思うんですけれども、すごくもう直線競馬だとすごくね、買ってしまいたいような、そんなジョッキーでもありまして、まあ、このチェアリングソングとのコンビでも、未勝利戦を勝っているという、そんなジョッキーでもありますので、そういった部分の穴見読みですね、そういったところを考えますと、僕の中ではまだ見限ってはいけない、そんな一頭だと捉えております。はい、続いてはときめきですね。こちらの馬なんですけれども、昨年の冬からね、この馬がすごく安定をし始めまして、まあ確かに連帯とかそういったとこまでは至ってはいないんですけれども、かといって大負けしているわけでもないという、そんなような均衡成績となっておりました。その中にはですね、中京の1200メーターですとか、中山の1200メーター、いわゆる直線のね、急半のコース。これやっぱね、なかなか厳しいと思うんですけれども、その中でも大崩れをしていない。これやかんなくね、このね、やっぱこの馬がこの6歳を迎えて円熟味を増してきた。そんなような現れだと考えております。この馬去年もこのレース参戦して、その時は11着と、ちょっと惨敗を喫してしまったわけなんですけれども、2年前がですね、まあ、4着ということで直線競馬の適性が全くないわけではありません。まあ、この馬に関してはね、ちょっと使い詰めの方が僕はいい印象がありましたので、ちょっと休み明けが果たしてどうか、そこはあるんですけれども、とはいえやっぱノーマークにはできないのかなという、そんな一頭です。はい、続いてはファイアダンサーですね。こちらの馬なんですけれども、前走イタテンステークス、こちら直線競馬参戦して2着という結果でした。まあ、直線競馬は2着、これ何の違和感もないフレーズなんですけれども、めちゃくちゃ違和感があるのが、当時が内枠だったこと、もっと言うと一枠一番だったこと、あの条件で来る馬ってなかなかいないよね、というそんなところがあったんですね。で、当時振り返った時にスタートして、まあ、あの枠順ですのでね、どうやって外出そうか、そう思っていたんですけれども、直線でもう一目散に外に行ったみたいな、そんなような感じで、大外まで取った、そこはやっぱ安定のファインプレーだったのかなというような、そんな印象です。ただ、この馬に関して言うとね、こちらも中中のデータでオリジナルのところでね、お伝えをさせていただいたんですけれども、この両馬場における直線が急半じゃないコース、この条件が非常に合っている馬でして、その条件ですと、2、3、1、3ということで、掲示板外が1回もないという、そんな安定した成績を残しておりました。で、この馬なんですけれども、まあ、その日曜の天候なんですけれども、日曜の新潟市はおそらくね、現状で言ったら好天かつ良馬場というね、最高の絶好の、そんなコンディションが想定をされます。まあ、今回、この馬持っている条件って全く申し分ないというか、これ以上ないぐらいのね、僕そんな感じかなというふうに思っておりますので、前走に続くサイドの構想、こちらは警戒すべきではないでしょうか。最後にお伝えするのがメディーバルという馬です。こちらの馬なんですけれども、3走前ですかね、この舞台のイタテンステークス、こちらの方を勝ったという、そんな一頭です。その時まだ陣営もね、半信半疑ないろんなところがあったんだと思います。その後ダート戦を使われたわけなんですけれども、そこでは負けてしまって、で、前走再度芝に戻したんですけれども、そうなったらね、勝ち馬と0秒4差ということで、そこまで大負けしなかった。もうやっぱこの前に関してはね、もう芝が合っているという、そんなような血統というかね、この馬の特徴だと考えております。まあ、ただ当時はね、結構筋量は軽かったんですけれども、今回が筋量57キロ。まあ、そこは確かに不安があります。あまりにもちょっと筋量差がでかいというところで、イダテンステークスとの比較で言うとね、プラス5キロという、そんな筋量となりました。まあ、ただ、当時下した馬が今回割とね、人気上位に入る可能性が高いという、そんな状況でもありますので、いや、そことの比較で意外と人気ないなという、そんな前評判でもありますし、テレビやっぱね、暇穴とか、そういった候補で警戒すべきだと僕は考えております。
はい、以上でアイビスサマーダッシュの注目馬は終了となります。こちらの一戦なんですけれども、やっぱこの舞台でもありますのでね、前走イダテンステークスという、この直線競馬を使われた馬、そこからの巻き返しだったりですね、あえてそこのから一戦だけ挟んで、間隔を詰めて参戦するような、そんな意図的なねローテーションを持った馬に注目したような、そんな注目馬たちとなっております。行動が、ね、参考になったらね、ぜひチャンネル登録などよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。それではまた。